しんどそうだね。昨日打ったら、良かったです。僕は良かった、いいかなと。だから、ちょっとね、もしかしたら切ってるやつ。おそらく240以上あったら切ってる。253。そうだろ。はい。うん。だから、おそらくこれね、1C してるわ。そうでないと、はい、こんなしっかりめは、はい、ないもん。クリアですか。1C で。感じ良かった。感じ良かった。みやこ、え、お前サブ、え、いや、それぶっ飛んでたやつでしょ。違う。あれ、あ、ちょっと違う。いや、サブいらないと思います。自信満々。自分もサブいらないと思う。もうね、48日近い。あ、うわ、顔が全然違うな。もうあれ、シムグロリンの顔になっちゃったでしょ。うん。だって、あんなにもうあんなにもうできたって言って、でも一発で決まるもん。あ、そうだよな。コースでやっぱり半信半疑で打ってパーンで一回いってしまったらもうそれで終わりだもんな。取ってくれない。誰かや。冗談で言ったんだよ。これ飛ぶやつ。違うよね。いや、飛ぶやつですよ。金子さんとかがネットキャリしてたやつじゃない。誰金子さんがネットキャリしてた。いや、違う。それこっちこっち。違うんだ。いや、これだ。向こうでだから、トレーニング用の感じ。ああ。これ、シングローラー。おー、なるほど。あった。トムレードは練習よりマシないの。いや、昨日ね、ヤムさんに言われて腰をこうやってやったのにびっくりなの。余計なこと言わないで。だから無理だってね。ちょっと半ぎっくりで今。そんな。か弱い体だろ。今日の朝起きて普通に泳ぐとなんかピシッって言って。ちょっとずつびっくり。いや、でも昨日だって振り良かった。あ、向こうで打った時、やっぱり全然イメージ違う。力の入れ方、足を使って、うん、いきなりねじっちゃったから筋肉が腹筋背筋なんかやってたって何のあれにもならないんだよ。結局そりゃそうよ。やっぱ振るためのあれじゃなきゃ、ね、そうですね、うん、だからやっぱり素振りしなきゃいけない、うん。ウォーキングがてらパター戦エアレーション得意なんでやりましょうよ。え、それもやってよ。まだその砂全部入ってないだろ。いや、でも結構いい感じ。結構いい感じ。まあ、はい、思ったよりローラーかけて、うん、でも昨日とすると、ローラーかけてない。ローラーかけてないですけど、あ、一回今ローラーかけましょうか。ローラーかけてない。ローラーかけてやりましょう。あれ何、やっぱ伸びてんのもう。伸び、いやいや、上は買ってるけど。そう、ちょっとふわふわっとしてるから、柔らかい。裏かけたら急どこじゃないだろう。こっち側のグリーンだけかな。左手前だ。いや、両方。早いんだ。そうか、そんな時間かかんないか。この野郎取ってやったよ、本当によ。